はい、ルースターの佐藤です。今日はちょっと珍しく、面白いことかどうか分かりませんけど、超忙しい時にもうどうにかなっちゃうよこれっていう時の、対処法、どうしたらこの、超忙しい、もう頭どうにかなりそうっていう状態を、クリアな状態にできるのか、これはですね、ちょっと最近実践してみたことを、自分なりのことをですね、今日はちょっとお話ししてみようかなと思います。どうにかなりそうなぐらい忙しい状態っていうのは、例えば今そうなんですね、緊急事態宣言、3月の7日までっていうことが、2週間延長っていうまたなりますけども、こうなりますと、さまざまなことを変更しなければならないんですね。これ1年前からずっとこれやってますけど、例えばスケジュール、その20時閉店が伸びちゃうわけですね、2週間で。これによりまして、スケジュール、ライブのスケジュール、要は毎日入っているライブのスケジュール、出演者とのやり取りがあって、そうすると次に、フライヤーを訂正し、ホームページを訂正し、ブログやフェイスブックも全部訂正するわけです。でそれについて、次にお客さんにこうなりましたっていうふうな連絡をして、お客様からはそれじゃいけません、それなら、ちょっと遅くなるけど行きますと、人それぞれ返信が違うので、それもまた、折り返し返信していくということになりますね。ということで、一日中メール電話のやり取りが続くんですね。メールの量があまりにも多くて、返信をしているけれども、その返信している間に、またメールが2通ぐらい違うのが来ていると、例えばそのメールもですね、普通のパソコンのメールが中心ですけども、その他メッセンジャーとかツイッターとか LINE とか、いろんなとこからですね、同時に来ているわけですね。で、でうちのスタッフの関係もありますよ。その、シフト、ね、皆さんも働いてる時、急に明日は何時に来てくれって、明日ですかみたいなことありますよね。でそういうことも、同時進行なんですよ。でいうことで、とんでもなく今パニック状態になるわけですね。でそんな状態が、まあ1年前からやってるわけです。1年前は特にひどくて、キャンセルばっかりでしたね。でキャンセルが続いて、しかもそのなんかライブハウスって一番いけないところっていう状態になった時に、ライブハウスやってる人たちはもうとんでもない精神状態になるわけですね。でそのとんでもない精神状態になっていながらも、常に、キャンセルの連絡をしていくわけですね、してやってるわけですね。でそうするとお客さんには、謝るわけですね、こちらが、すいません、この日は延期になりました、キャンセルになりました、中止になりました、大変申し訳ございませんというやり取りをするわけですよね。で、まあ、お店からキャンセルしてくださいっていうのは一件もやってないので、つまり、こっちから、謝ってるっていうのもちょっと理不尽なね、ことでございます。まあ世の中お仕事をされてる方はそういうことだらけでしょうけど、まあこちらはそういうことで、ライブハウス一番、ちょっと良くないんじゃないのっていうことに追い込まれた1年前が一番精神的にちょっとやばかったかなということでしたね。でまああの時はいろんな人からの応援もありました。メッセージいただいたりね。でそれで、立ち直ってきて、で、配信ライブとかやって、だんだんお客さんも入れていいっていうところまですごい時間かかりましたけど、ね、なりまして、徐々にこう精神状態が良くなっていったわけですけど、まあそれでまたね、この緊急事態
飲みましたよっていう状態になった時に、またこれ、ね、一からまたメールやったりフライヤー作ったりということになってますけども、こういう時に、実はあのちょっとした対処法っていうかですね、いいなと思うことがあって、何かの参考になればなと思うんですけど、私はですね、自転車通勤をずっとしてたんですね。あの自転車通勤はですね、あの非常にいいわけですよ。でもそれを変えたんです、最近大変なんで、歩いてみることにした。ウォーキングですね。あの、これは健康のために、やってます。で、健康のためにやって歩いているんですけど、それにプラスしてなんですか、あのボイシーっていうのがあるんですよ。YouTube のラジオ版みたいなやつですね。つまり歩いてる時に、そのボイシーを聞きながら、まあ、ラジオのようなものですけど、聞きながら歩くということなんですね。だから、これなんていうんですかね、そのボイシーは主に10分ぐらいの番組が次々流れて変わって、喋る人が変わっていくわけですけど、その人その人の、おすすめトークみたいのがあって、で、まあ、あのいろんな人がこんなことやってるんだなっていう、今まだそんな状態ですけど、それをいろんな人の意見を聞いて歩いてるわけですね。まあそういうことで、それを聞くということはどういうことかっていうと、それに集中して、まああの、信号とか道とか車とか危ないですから、そっちもあの、気をつけながらですね、まあ歩いていくわけですよ。そうすると、例えば20分の道のりが、もうあと10分ぐらい歩きたいなっていうぐらいな感覚に変わるんですね、そのボイシーを聞いてると。まあ面白いもんで、その自転車の時は早く、何しろ現場に到着したい、早く家に到着したいっていうのがあったんですけど、歩いていると、例えば20分とか歩くと遠いわけじゃないですか。でもそれが30分でも平気だぞっていう風になったのは、そのボイシーの、聞きながら歩くっていうことのおかげですね。で、これぜひね、なんかあの弾いてみてください。あの面白いですから。で、まああの何ですかね、それと、まあ、メール、そうそう、面白いっていうとあのあれなんですけど、メールやり取りばっかりしてるとですね、すごく間違いが起きるじゃないですか。で、その間違いが起きた時に、笑っちゃうような間違いもあるんですね。今日は何時にお店にいますかってメール来てるんですよ。で、それに対して僕は午後の2時には店にいますって返事してるんですね。で、それでまた返事返ってきて、その返事がおかしいんですよ。じゃあ3月には行きますって書いてあるんですね。何これ、ってあれ、もしかしてと思って自分の送ったメールを見てみたら、その何時にお店に来てますかっていうのに対して、私は2月にはいると思いますって書いてあるんですよ。今3月なのにね、っていうのがあって、これがその返信が3月に行きますっていうのが来て、うわ、ナイス返しだなと、まああのいうことなんですけど、そんくらいパニックっていうか変換ミスにも気がつかないほどの大量メールを、まあ、送っているわけですね。で、そういう状態をこうすってなくすぐらいの勢いが、歩くプラスのボイシーに、見つけたかなっていうのと、あとその歩いてる途中にコンビニとかあるんですよね。で、コンビニでちょっと寄るぐらいみんなすると思うんですけど、そこで普段と違う自分をやってみる。ボイシーも歩きもそうだったんですけど、最近
なんとかペイってあるじゃないですか。で、あの当店もあのキャッシュレス決済やってるんですよ、去年何月からだったかな、もう割とあの前ですけど、その、キャッシュレス化になってきて、でテレビ CM でもじゃあいいですっていうのを見て、あ、これやっとかなきゃやっぱまずいのかなっていうことで、現金じゃなくても大丈夫ですっていうのを、まあ、あの去年の早うちに始めましたけど、まあ、それでも世の中的には遅い方かもしれないですけどね。で、まあ、やって、じゃあ自分はどうなのかっていうと、まあ近所のスーパーで、買い物した時にカードを使って買っているっていうのがもうずっとやってたんですよ。もうずっとですね、何年、10年とかねやってますね。それまでは多分現金で払ってたと思うんですけど、多分10年くらいカードで、スーパーではお支払いしてると。で、これをですね、まあそれが今ずっと普通だったんですけど、なんとかペイって使ったことなかったんでちょっとやってみたと。でやってみたらちょっとドキドキするんですよ、初めてやるとき。これ使えますかみたいなね。で、うわ買えたみたいなね感じがするんですよ。そんなん普通ですよ、普通にみんなやってることですけど、やったことのない人にとってみたらちょっとなんかドキドキって感じです。まあ例えばライブハウスに初めて行く人がここはどういう仕組みなんだろうってあるじゃないですか。まあ例えばルースター初めて来た人が私たち店員にとってこの人は初めて来られたんだなって分かる瞬間があるんです。それはなぜ何かっていうと、入ってきた時にお財布を出してですね、お財布、当店後払いなんで先にお財布出して払おうとする人はこれはうちに来たことないなっていう感じするじゃないですか。なんで、それで分かってしまうんですけど、で私がコンビニでこれで払いますっていう時の動作はまさしく絶対コンビニの人にとってみたらあこの人これ初めて使うんちゃうのっていう感じにもう丸見えですね。でそういう感じになったと思うんですけど、まあ、それが逆に自分は初めてやってるのでどんな風にコンビニの店員さんは接するのだろう、こういうド新人ペイ払いの人にね。でまあそういうね、なんかだからそんなことはみんな、なんとかペイはみんなやってるっていう人も多いでしょうけど、まあ普段やってないことを日常のなんていうか生活の中で取り入れられることってできるんだなっていうことに気がついたっていうか教えてもらったっていうかね、これだから毎日皆さん生活してる時にこれやったことないなっていうものが周りに多分気がついてなくてあるんですよ。でそれをやるだけでなんかちょっと日常と違うんですね。なんでこれやってるとそのやってみるとその毎日忙しいなっていう、これで帰って酒飲んで寝るかだけじゃなくなるんですよ。なんか一日が変わります。一日が変わるとなんかいいですよなんでそれをねぜひお勧めしてみたいんです。例えばこの YouTube にしてもその去年のその緊急事態宣言がなければこれここで喋ってますけどこんなことをしたことなかったですからね。でそれも助かったんですよ。その、お店はずっとお休みしてるのに、これお店側からの発信ができた YouTube によって、配信ライブだけじゃなくてこの YouTube がね、こんな私ですけどこれをねなんか聞いてくれてるっていうね、メールもいただくんですよ。更新まだ新しいのしないんですかみたいな。で、次出るのを楽しみにしてますけどっていうのが来たりするんで、うわお
ていうことなんですけど、そんな方がいらっしゃるなら、なんか考えてやっていこうかなと思います。で、そのね、そのボイシー歩くこと、それからなんとかペイにしてもですね、あ、なんとかペイはね、ちょっと面白い話、何で聞いたんだったかなんですけど、私のようにコンビニに行って、あのペイペイ使えますかっていうことを、コンビニの店員に聞いたんですよ。ある人がね、私は知らない人、これペイペイ使えますか、そしたらコンビニの店員さんがペイって答えたんですよ。これがねペイって答えたんですよ。多分はいって答えるのとペイペイ使えます、はいペイペイ使えますよのが短くなってペイって言っちゃったっていうことなんでしょうけど、これなんかで見たのか、ずいぶんちょっと前だったんで、思い出せないですけど、まあこれ余談すぎて脱線しましたけど、まああのね、これその時どうするんですかね、ペイって言った方と言われた方はね、あのペイですねってあのペイって言っちゃいましたみたいなことにうまくしたんでしょうか、それとも静かにお互い黙ったのでしょうか。その現場にいたかったですけどね。まあそういうことで、まあこの YouTube もそうですけど、普段やってなかったことが日常に取り入れることってできるんだなっていうことなんですよね。なんで何かしらあるっていうことだと思うので、まあ本当に些細なことですよ。なんとかペイ払いがやってみるとかね、やったことなかったことをやってみる、これちょっととんでもなく忙しいだけでなんかそういうふうに思ってたんですけど、そうじゃなく忙しくなくても毎日平凡だなってもし思ってたとしたら、下手すりゃ YouTube 始めるとかね、まあ YouTube 始めるって今更感ってあるのかもしれないんですけど、今更感を思う人って、例えば YouTuber に今からなるって言ったら今更感があるんですけど、 YouTube 自体は、ね、別に YouTuber になろうと思ってなければ全然やって遅いとか早いとかの問題じゃないと思うんでね、ちょっと試しにやってみるとか、試しでもいいんじゃないですかね。ね、こうやって喋ってるのもね、もしかしたら無駄な時間なのかもしれないんですけど、ということで、またなんかちょっと面白い、発想というかそういうものを見つけたら、この動画 YouTube チャンネルで報告するなりなんかしてみたいと思います。さあ、こんな今日はこんな話ですけど、とりあえず21日までのスケジュールは、ホームページ上やフライヤー上などは、変更済みましたし、あともうちょっと残ってるんですけど、ご予約の方々でまだやり取りが全て終わってない方にもこれからちょっとメール出します。で、その後のこともね、さっき来たメールでね、あ、そうだったっていうのがありまして、21日にもし解除された場合、月末までは、営業時間が21時閉店になるのではないでしょうかってことになると、22日から月末までの、時間のやつはもう、10時閉店をだというふうに組んでいるところがあるので、そこをもうこれからちょっとやしまったっていう感じですけど、やらなきゃいけないです。ということで、またね、YouTube ちょっと始めたいと思いますんで、お付き合いよろしくお願いします。ブースターの佐藤でした。聞いていただいてありがとうございました。